巨人の安倍晋之助新監督、44、奈原前監督を反面教師にする方針を打ち出した。22日に岡本和馬、27、の1類、今季終盤に定着した坂本隼人、34、の3類、ドラフト4位ルーキー門脇誠、22、の遊撃レギュラー起用を明言。有望株の秋広優斗、21、については、 自分で勝ち取ってほしい、としたものの、前出の3ポジションは、固定、して戦う姿勢を見せたのだ。日本ハム伊藤への、誹謗中傷、と同時期にトレンド入り、巨人坂本、ケツア穴確定、最年老を気の毒。昨季の岡本は、ポジションたらい回し、特に4番の岡本は,は、41本で3度目の本類打王となった今季。 複数ポジション性を推奨する原前監督の方針のもとで、三塁で84試合、一塁で75試合、左翼で9試合に出場するなど、たらい回しにあった。元監督の堀内恒ね氏は自身のブログで、岡本和をシーズン途中にファーストだけじゃなくレフトまで守るなんてそんな簡単にたらい回しのように変更されてしまってはチームが落ち着かない、と指摘。 メンバーを固定して戦った阪神、岡田監督と比較しながら、原監督の采配を批判していた。安倍監督はそんな岡本はの意向を確認した上で、ファーストやります、やりたいです、と言ってきた、と明かしている安倍監督は三類に固定する坂本の起用についても、先週21日に出演した日本テレビ、ゴーイング、スポーツニュース、で、 サードになって最初は不安がっていたが、難なくこなしてバッティングも上向きになってきた。体力的にも楽なのかなと感じた、と説明。巨人 OB で元投手コーチの高橋義正氏、評論家は、終わってみれば、チームトップの打率、288、をマークした坂本の打撃はまだチームに必要なのはわかる。守備範囲の広い遊撃に比べれば、 三類は負担が少ないのも確かです、と前置きしながら、ただし、渡航続ける。ここ数年、毎年のように故障離脱を繰り返していて、明らかに年齢による衰えが出ている。負担が減ると言っても、坂本が三類で一年を通じて出られるかは未知数と言わざるを得ない。より負担を減らしたいなら、三類より断然一類です。 そもそも、2021年から2年連続で三塁手部門でゴールデングラブ賞を獲得した岡本をなぜ一塁へコンバートするのか。ポジションを本職の位置で固定すべきは、チームの顔である岡本であって、坂本と秋広は一塁で併用するのが現実的だと思います。大学生遊撃手の目玉候補ミノルは安倍監督も球団も、最終的には坂本の一塁コンバートを考えているという。 しかし、遊撃で5度のゴールデングラブ賞を獲得した坂本のプライドを無下にはできない。昨季、原監督からの直々の一塁コンバート要請を拒否しており、現時点では三塁転候がギリギリの情報ラインだ。チーム関係者は、三塁をワンクッションにして、坂本の選手寿命を少しでも伸ばすため、早ければ再来年から一塁への再コンバートも視野に入っていると思う、という。 そうなれば、再び岡本和のポジション問題が浮上することになるが、一類固定方針を、やりたい、と二つ返事で受け入れた岡本和にとっても悪い話ではない。球界関係者がこう言う。来年のドラフト候補に目玉の野手がいる。命大の遊撃手、総残類、三年、で、今からダント突の一番人気。巨人も続婚で指名する可能性が高い。 仮に早産を取れたとき、三塁角脇、一塁坂本という形が出る。メジャー挑戦の希望を持つ岡本からすれば、どういう形であっても坂本が一塁に回ってくれれば、球団がメジャー移籍を認めてくれやすい状況になる。ライオフにポスティングでのメジャー挑戦を直訴する可能性がありますからね。安倍監督も当然、岡本はのメジャー志向は知っている。 いずれ流出するケースまで想定した上でのレギュラー固定発言ならなかなかの作詞である。